マルサンホビー動画チャンネルです。7月25日入荷の、新製品再入荷品のご案内をさせていただきます。まず、バンダイの機動戦士ガンダムシリーズの水星の魔女から、ディランザの、グエル専用機になります。こちらの方はグエルの方が登場したこのマゼンダ色の、モビルスーツで、まあ、第1話のエアリアルの決闘や、22話、23話に、こうラウダと、こう決闘したりとか、そういった決闘というか、まあ、兄弟喧嘩みたいなモビルス戦なんですけど、そういったのに使用されていました。一応組み立てますとこのような感じになりまして、これはそのままただ墨入れだけしたものになります。これだけ色が分かれてて、作っただけでもほぼこうパッケージのイメージに近いものができるようになります。まあ、特徴的なのはこの大きな、ビームの槍ですね。こう3つがにこう刃が出るやつとかですね。であとこういうシールドの裏には、ビームライフルや、あと こっちのシールドの裏にはビームトーチなども収納されてて、意外とこの隠れたところにこう武器がたくさんこう搭載できているようになってます。こちらは、機動戦士ガンダム水星の魔女シリーズの、ガンダムファラクトになります。こちらの方がもうこういうロングレンジライフルを持ったりとかして、まあ、第1期の時には登場してましたけど、第2期の方でも、まあ、いろいろな場面でよく使われた、機体になっています。そして一応こちらの方なんですけども、これが一応こう組み立てして墨入れしただけのものなんですが、こういう一部一部にこうシェルユニット のクリアのスモークパーツの内側にこうちょっとこうキラキラするシールを貼ってますので、ちょっと光の加減ではちょっとこう光ったような、状態も、見えます。で結構ファラクトの場合いろいろ稼働する部分が多くて、この肩 この逆噴射用のバーニアがこう畳んだりこう展開したりして、あとこの横のスラスターもこういう風に動いたりぐるっとこう回ったり前後ろの方へ移動するようなことも可能です。それでこれ自体は肩についてないので、こういう単独ですごい複雑な動きをすることもできます。で意外と知られてないのはこの足のところにこういうなんか変わった展開ギミックがあって、こう足のこの幅を広げたりするこういうギミックも、ついてる、ちょっとこう面白いモビルスーツです。次がこちらが、機動戦士ガンダム水星の魔女シリーズのガンダムルブリスウルになります。こちらはまあ第1期最終話や第2期の、まあ、2話の時とか、あと、20話などにも登場しているちょっとこう重工型の、モビルスーツになります。まあ、地球の方のテロリスト側が使った、ガンダムになってまして、ソフィーが、登場していました。でこちらの方は、作るとこんな感じですね。これは墨入れにトップコートの、艶消しを吹いている状態のものになります。それでもこれだけのもう色が分かれているようになってます。でここのやっぱシェルユニットのところにもこの、キラキラ光るシールの上からこうクリアスモークの、パーツをはめている構造になってますので、こう光加減で非常にこう光ったように見えるようになります。あと背中についているこのフェイズアレイキャノンもこう可動式になってますので、これ今展開してますが、これをこういうふうに畳んでこう収納することも可能です。であと、まあ、ビームサーベルなんかここの裏に収納してたりして、こうこと手に持たせることもでき、このビームガトリング非常にちょっと大きくて重厚な武装パーツになります。こちらも機動戦士ガンダム水星の魔女シリーズのガンダムルブリスソーンになります。こちらも第1期最終話や、第2期の2話、第2期の、第2期のだから14話と、第2期の、20話に、登場したモビルスーツになります。こちらの方は、ノレアが登場しまして、特に20話の時にはちょっとこう、地球人のまた攻撃に対してちょっと激高して、まあ、コロニーの中で暴れ回った機体になっております。でこちらの方は、先ほどの、ルブリスウルと違いまして、こう細身の高機動タイプの、モビルスーツになっております。でまたちょっとこちらのシェルユニットの方もこうキラキラしたシールの上からクリアスモークの、カバーをはめるような状態のものになってますので、光の加減でこうちょっとキラキラ光ったりします。そして、まあ、銃の方はこう今度はこうライフルタイプなんですけど、ちょっとこれも大型のライフルタイプになってます。そしてビームサーベルの方はここに収納されてるんですけれども、それ以外にちょっとここの腕のところにこう隠しのこのビームのユニットがついてますから、これをちょっと展開してこうビームサーベルにすることもできます。あとは、まあ、こちらの方にも背中のところについているこのフェイズアレイキャノンの方はこうやって畳んで収納することが、できます。こちらも、機動戦士ガンダム水星の魔女シリーズのデミバーディングになります。こちらは、20話の時にチュチュが乗りまして、暴走した、ノレアが操っていたガンボルバダロと戦闘したりとか、あと最終の方の20
2話、3話、4話とかにも登場しております。20話の時にはこの背中のオプションユニットがついてなかった状態だったんですけど、その後からこちらの、後ろのポットを、使うことによって、まあ、武装の強化や、こう移動の速度などの、こう改良が出されています。でこちらは、13ミニッツシスターズの、ララネルのカラー B になります。こちらのは、今までのシスターよりも若干ちょっとこう、頭身が低いタイプの、モデルになってまして、作りますとこのような、ノーマルモードと武装モードっていうのができるようになります。こういったパーツの換装によりいろいろこう、いじったりすることもできますし、ものによってはこういう13ミニッツミッションズの方の、パーツなどを利用したオリジナルのカスタマイズも楽しめる、商品になっています。こちらが、13ミニッツシスターズの方の、オプションパーツの、ボディーパーツタイプ S01 のカラー A になります。イメージとしては、リシェッタの方に、のカラーと同じボディ色になっておりまして、ちょうどここの、写真のちょっとカラーの濃い部分のところが部品として入っています。この胴体の、肩の部分や、あとこのももの上半分とか、こういうところが部品に入っています。まあ、あとこちらの、オプションの別売りの、素肌の、足とか使うと、こう水着っぽいような、状態を再現することができます。あとこちらの方も13ミニッツシスターズの、オプションパーツの、ボディパーツの S02 の、カラー B タイプになります。こちらの方はティアーシャタイプ の, カラーの、ボディ色になっておりまして、まあ、この体としてはこのちょっとすくみずタイプの、ボディを使っているようになります。まあ、この、素足の方の手足を使って、リシェッタの頭とかを使う、あ、ごめんなさい、ティアーシャの頭とか使いますと、こういうちょっとこう水着風の、ボディを作ることが可能になります。でこちらがバンダイの、MGSD のフリーダムガンダムになります。こちらはSD ガンダムをよりリアルにした、モデルになっておりまして、SD なんですが、非常に稼働も、するところが多くできてまして、まあ、特徴の一つとしては、こういうちゃんと MG のように、内部フレームがあります。それに、装甲パーツをつけていくようになります。で目のカメラのところにはクリアイエローのパーツの裏からシルバーメッキのパーツをはめることによってこのように光の加減では輝いて見えるようになります。あとこういったいろいろなアクションポーズも取れますので、まあ、よくフリーダムの、代表的なポーズとしてはこのフルバーストモードや羽を広げて高機動で動くハイマットモードなどの、動きも取れるようになっています。こちらが、スヤタの新製品になります。カリュード紙幣シリーズの、雪姫になります。こちらは、色プラの、ボディのパーツで構成された、まあ、美少女フィギュアのシリーズになります。一応この横にはメーカーの、こういったちょっとカラーのついた、パーツを使っている、商品になっておりまして、こういった武装モードと、素体モードというこういう風な、組み合わせができるようになっております。一応こちらにはプリント済みフェイスパーツなども入っています。足もこういった、武装のモードとノーマルモードっていうのがあります。一応中としてはこういった感じになってまして、一応これがそのプリント済みの、フェイスパーツになってます。でこれでプリントのされてないものも入ってたりしますので、これでオリジナルの表情を作ることもなります。可能になります。でパーツもこのようにこう色がこうカラフルなこう成形色をしたパーツが入ってますので、これを組み合わせることによって、こうパッケージに近い、配色を再現できるようになっています。でこちらが、バンダイのマスターグレードシリーズ100分の1ゼータガンダムバージョン KA になります。こちらのモデルは今まで出てたゼータをさらに、進化させたモデルになってまして、よりこうアニメに近い、スタイリングになるようになっています。顔なんかも割と細身になってシャープになり、胸のこの、独特なこう下に下がった R ラインも綺麗に出るようになってます。で最大の、特徴としてはモビルスーツからウェーブライダー形態に変形することができまして、今までのゼータガンダムよりさらに、コンパクトで薄い、ウェーブライダーに変形することができます。でウェーブライダーの変形の時も各部にいろいろこう、ストッパーとか、保持パーツがついてますので、こう動かしていてもこうやたらとこう部品が外れたりすることも少なくなっています。こちらはコトブキ屋の新製品になります。フレームアームズガールの、ゴーライ回に、エキゾスーツの、ゴーライがセットされたものになります。まあ、このように、中に、フレームアームガールのゴーライをこう乗せまして、その横、
った腕のパーツやそういったものをこの中、フレームが入ってるんですけど、そこにこう取り付けて、こうパワードスーツっぽくするようにできています。イメージとしてはこのような感じになってまして、ゴーライと、ゴーライフレームアームガールのゴーライと、普通のゴーライ貝があって、そこのところにこのエグゾスーツっていうパーツが入ります。これを使って、組み合わせることによって、逆に言えばいろいろな他の、フレームアームの方の部品も使ってさらにこう進化させることも可能になります。ちなみにこれがそのもう一つの新製品になります。これがフレームアームズガール用のエクゾスーツユニットになります。先ほどのゴーライの、パーツの中にも入ってたものになるんですけれども、こちらのパーツは杖を単体に販売したものになります。で、使用例としてはこのような感じになってまして、このまま普通にフレームアームガールをセットしてちょっとしたこうパワードスーツっぽくしたりとか、他の、キャラクターに、これだとスティレットに使ったりとか、バーゼラルドに使ったりとかっていう風にいろいろ組み合わせを選んで、使うことが可能なものになっております。で、こちらもことぶき屋の新製品になります。ヘビーウェポンユニットのオービットサークルになります。こちらの、パーツの方は、このクリアブルーのパーツにこう背中にこうつけるジョイントがありまして、空間にこの、パーツがこう飛んでるようなイメージを、再現するモデルになっています。使用例としてはこのような感じになっておりまして、パーツが4つとこのリングが入っています。そして、こういった後ろの方に、このリングを展開して、4つこういうふうに、広げた状態や、一つ一つが単体で動いた状態、あとこのようにシールドのような組み合わせをしたりすることもできますし、もう1セット増やして、こういったもっと大きい、リングにすることも可能になります。で、こちらも新製品になります。こちらは、バーチャルフィギュアスタイルのソードセット A になります。こちらの方は、こういったちょっとこう後ろにあります写真のように、総裁少女庭園の女の子やフレームアームガールなどの、こう女性フィギュア系に使うと非常に映える剣の部品になってます。ちょっとこう西洋の騎士が持つようなソードのちょっとこう細めのと、広めのが2本ついておりまして、こちらの方には鞘もついています。さらに本体のところにこう剣をつけるためのパーツなどもセットされております。で、こちらも同じくことぶき屋の新製品で、バーチャルスタイルの、ソードセット B になります。こちらは先ほどのものと違いまして、ちょっと細い剣と、ちょっと中華風の幅広の剣がついています。そして、こちらの裏の方にも使用例がありますけれども、こういった女の子のところの腰のところに、鞘をこう固定するパーツなども入ってますので、今まで出てました総裁少女庭園やフレームアームガールシリーズに使うといいと思います。あとこちらも新製品になります。こちらが、総裁少女庭園のアフタースクール、パーツになります。リツカのカラオケ&レコーディングセットになります。こちらの方には、こういったマイクスタンドや、ヘッドホン、あとパソコンや、あとマイク、あとマスカラや、タンバリンなどが入っています。で、こういったこれが部品の一覧になりますけれども、こういったパーツを使いまして、女子高生の日々のこう遊びや、ちょっとした、レコーディングなどの雰囲気をジオラマ的に楽しむことができる、パーツのセットになっています。こちらは、グッドスマイルカンパニーの新製品になります。モデロイドシリーズで、アイドルマスター、ゼノグラビアシリーズの、インベルというロボットになります。こちらの方は、メーカーで組み立て、塗装したモデルになっておりますけれども、色プラ成形になってまして、それで接着剤不要で組み立てられます。組み立てでも大体このイメージに近い、状態が、可能になっております。で、組み立てた後も各部関節が動きますので、いろんなアクションが取れたりとか、こういったちょっとこう変形する機能も装備されています。で、こちらが、先日出まして、大変好評な勇者ライディンシリーズの、ライディンになります。こちらのモデルは、まずこのロボット状態のライディンと、パーツを付け替えすることによって、スタイルを崩さないで変形できるゴッドバードの、こういった形態が変化できるような、プラモデルになっております。さらには、こういった武器のゴッドブレイカーや、ゴッドゴーガンなども再現できるようになっており、顔も通常顔と叫び顔の2種類入っています。で、こちらは再生産品になります。60分の1シリーズですね。モデロイドの、イングラムとブルドックセットになります。こちらは、パトレイバーのこの、イングラムという、機体と、こう作業用ロボットのブルドックがセットになっているものになりまして、こちら2体入ってますから、先ほどのこのパッケージのような、ちょっとこう、暴走しちゃったこうレイバーを取り締まるシーンなども再現できるようになっています。
ちらも再入荷品になります、グッドスマイルカンパニーのモデロイドシリーズの、イングラムになります。こちらの方も、色プラ成形の接着剤不要で組み立てられるプラモデルになっておりまして、イングラム1号機と2号機、それがコンパチで作れるキットになっております。ですので、頭部の形状の違いや、あと、このデカールシールの部分ですね、ここの番号が1番、2番などと書いてありまして、で、この左足、右足のところにはリボルバーカノンを、収納し、それを取れるようにする、こう交換用のパーツのギミックもついております。こちらがも同じくグッドスマイルカンパニーの、60分の1シリーズ、パトレイバーシリーズの、商品になります。98式の大型煙突式車と、99式の、特型、レイバーキャリアになります。こちらのモデルは、このレイバーキャリアの方にはこの別売りのイングラムを、搭載することができまして、こう畳んでこう運ぶときや、あとこう現場について、イングラムを下ろすときのように、このキャリアがこう起き上がった、状態が再現できるようになっています。こちらは、富士見の、再生産品になります。こちらは、カンネクストシリーズの700分の1スケール混合になります。こちらのプラモデルは、接着剤がなくても組み立てられるキットになっておりまして、さらには、こちら写真にあるように多色成形プラスチックになっておりますので、このまま組み立ててもちゃんと船底はこう赤パーツで、甲板は、こう木の甲板のようなパーツになっており、作っただけでも非常にこう見栄えのする、キットになります。あと色の入ってないところはこういったシールが入っておりますので、そういったところで、再現できるようになっております。こちらは、ファインモールドの再生産品になります、天空の城ラピュタのシリーズから出てます、タイガーモス号になります。こちらは、海賊のドーラが、こう所有してます、こう飛行船になるんですけれども、ここのところが、布でできてたりとか、本体が木でできたりとか、非常にこうユニークな、機体の、ものになります。一応完成写真はちょっと、ごめんなさい。こちらが、未塗装だとこんな感じになるんですけど、だと、これは色は塗ってあるんですけど、ドーラのフィギュアの方も20分の1サイズで入っています。こちらは、長谷川の新製品になります。トヨタセリカの 1600GT 純正ホイール仕様になります。こちらは、ボディの、ちょっとこう、黄色っぽいボディを、色を再現したのかな。ごめんなさい。ボディ色は普通に白でしたね。ごめんなさい。白い、ボディ色になっておりますけれども、こういった感じのものが入っておりまして、横のラインは、こういったデカールがついてますので、こちらで再現しています。で、ホイールの方が、純正ホイールタイプ。ちょっとこの、奥に入っちゃってるんですが、ここの下にあります、こちらのパーツが、ホイールになっています。で、こちらも、長谷川の新製品になります。マットビハイクルの、迷彩仕様で、ロケットランチャー付きになっております。こちらの方は、ちょっと、この屋根の上に小型のミサイルランチャーが、搭載されたマットビハイクルになっております。今までのは、ちょっとこう、白いボディに赤いラインが入ってたんですけども、それをこう、迷彩塗装バージョンにしたものになります。こちらは、富士見の再生産品になります、シルビアの S14 の、C1 モデルの、ベルサイド仕様になっております。ベルサイドの、チューニングカーになってまして、こういうフロントマスクや、あとリアのスポイラーなど、こうチューニングされた、ボディに、なっています。こちらが、青島のリバティウォークシリーズの、シャコタン、小屋地の仕様の、箱スカ4ドアになってます。ちょっとこのレーシング、カラーっぽい、こうナンバーが入ったモデルになっておりまして、ここの LB ワークスの、特徴の、この大きく張り出した、フェンダーをこうビス打ちでこうバンバンバンとこう打ってるような、タイプのものになっております。で、まあ、このチンスポやオイルクーラーなども、ついています。こちらも、青島の再生産品になります。こっちもリバティウォークシリーズの LB ワークス、ケンミリ2ドアの2014年バージョンになってます。こちらも、特徴としてはこの大きく張り出した、オーバーフェンダーに秒打ちでこう打ち込んである、モデルになっておりまして、外側からにもこう大きく、チンスポラ、あとオイルクーラーなどが出ていて、非常にこう車高が低くて、かっこいい、ケンミリのスカイラインになります。こちらも青島の、再入荷品になります。こっちは、トヨタの86の、ロケットバディで、ボルクレーシングバージョンになっています。
こちらのモデルの方は、86を、チューニングした、車両になっておりまして、まあ、有名なロケットバーニーというチューニングモデルの、キットになっています。そしてこちらが、よいしょよいしょ、鉄道模型になりますけれども、220分の1スケール、Z ゲージの、メーカー6班というところから出てますキハ52の首都圏色のファーストセットになっております。こちらは非常に、小型の、こういったちっちゃい車両をが入ってるんですけど、こちらに、楕円の、形を作るレールのセットが入っておりまして、あと、レールの上に車両を乗せるリレーラー、あとこちらの、コントローラーがついてまして、こちらで、スピードを調整したり、あとこう、前後にこう行く向きを変えたりすることが可能になっています。一応状態としてこれが見比べると、これが H 用ゲージになりまして、これが N ゲージになります。 Z ゲージというのはさらにちっちゃいこのサイズになります。一応中に入っているレールを広げますと、こういったイメージになりますので、ぜひこういったご興味がある方は試しにこう購入してみてはいかがでしょうか。このようにいろいろ入荷しました商品をご紹介していますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。